やっほー、コーヒーメーカーのゆりちゃんです。ちょっとなかなかタイミング合わないということで、今回動画を連続で撮ってみようと、撮りだめしてやろうということでいろいろ撮ってるんですけど、パックンひたすら食って飲まされ、もう限界来てます。俺さ、ドラえもんのさ、ジャイアンのこの真似がうまいねって言われたことがあるんだよ。ここマジで苦しい。ちょっと今度やりますよ。じゃあなんで言った。ほうご期待。というわけでね、ゆりちゃん今日は何をしてくれるのかな。やっぱり恒例のダイソーシリーズでいこうと思うんですけど、今回ですね、光るジェルバルーンっていうちょっと面白いものを見つけまして、イエーイ。作ったジェルバルーン、風船になってさらに光るという。そうなの。でも今さ、そうなのって言ったけどさ、あまりにも雑な合いの手だったよね。本当に。まあでもこんな感じでちょっと面白いのが撮れるかなと思ってるんで。まあでもね、どの程度光るかっていうのも気になるところですよね。ちょっとパックのことも思って2つ買ってきてるんで。え、嬉しい、優しい、大好き。じゃあ一緒にやっていこうかなと。やっていく。どっちが大きい風船作れるか勝負しようぜ。あ、いいね。仕切ってんじゃねえぞ。開けられない。開けられない。普通角が切りやすいようになってるのが、どっちもなってない。え、ちょっと待って、やばいんだけど。なになに、これ何だったけど。噛んだ。これさ、入ってるのさ、風船じゃないですよ。なんか、え、風船なの。これスライムですよ。スライムみたいなのが。え、ちょっとびっくり。なるほど、今ね、説明書を見てね、初めて理解しましたよ。手にまずこのジェルをこうやって乗せ、出して乗せて、はい、で、その真ん中にストローをこういう風に真ん中に来るように置いて、はい、で、このジェルを折りたたむんだって。あ、で、そしたら周りがくっついて広がるっていうことなんだね。なるほど。ちょっとじゃあ早速やってみよう。行ってみよう。やってみよう。ドゥーッドゥルルー。ちょ、さっきに引っかかっちゃう。ごめん。じゃあとりあえずこれを手の上に出していきましょう。まずはね、これ小さい方はなんか罰ゲームあるんですか。罰ゲーム、もうネタがないんだよね。確かにね、今日はマジでいっぱい動画を撮ろうと思ってきたから、もう今終盤なんですよ、ぶっちゃけ。動画撮ってるのが、もう食べ物も全部食ったし、飲み物も。でもまだクレイジーあるよ。クレイジーソルトピーナッツ。いい、いい、もういいよそれ。これを一気食いした後、山手線とかやる。頭おかしいよ。どうかしてんのか。すごい、これすごい気持ちいい。やっぱスライム懐かしい。え、なんかさ、ちょっと正直100均侮ってたよね。侮ってた。こんなのあるんだ今。これすごいかも。今回はダイソーに行ったんだけど、次回はセリア、セリアとかワッツ、ワッツとかキャンドゥ、キャンドゥ、キャンドゥ、アンドゥみたいなね。これ本当に膨らむのかな。なんかマジでただのジェルだよ、ね、このプルプルプルのただのね。ちょっとやってみようと思って。じゃあまずはこれを手で広げて、手に乗せてストローを真ん中に置くと、でこれを半分に、半分に折って止めると。結局周りをこう固めればいい。ここはね、早速吹いていきますよ。どうぞ。今のは面白い。これ端っこがちゃんと止まらないとこうなるんだ、うん、むず。とりあえず今止めたんで俺。絶対膨らまんじゃねえけど。ああ、膨らむ膨らむ膨らむけど難しい、マジでこれ結構難しいよ。ちょっと待って、俺本気でやる。本気とは一体。本気ちょっとまずは綺麗に整える。で、気づいたんですけど、これで膨らませていくってことは、全体の厚さが均一じゃないと絶対途中で、そして多分これ最初の厚さをだいぶ厚めにしといた方がいいと思いますよ。うん、だろうね。じゃあ薄いとすぐちぎれるから。うん、ただこの周りをこう寄せてっていうか、難しいね。難しくて。違う違う。見た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 。おおお、めっちゃ上手。やばいやばい、上手。あ、これさ、うん、何度でも楽しめるという意味ではかなり優秀ですよね。空気が入っちゃうな、一回やると。うん、一回やるとダメだね。え、難しいなこれ。これしかも光る、光るって書いてあるんだよね。でもさ、これ光を溜めてみたいなこと書いてあるからさ、ちょっ
ちょっと俺膨らますからさ、電気消してくれない、次お花膨らましたら。オッケー、いいとこで止めるから。ちょっとリモコンも近くに用意しとくんで、決めますね。全然光ってねえよ。全然光ってない。はい、苦しい。全然光ってない。光らないね。もっと光が当てればいいってこと？ちょっと見て、これこの少年わかるかな。いや、どうやってこんなに膨らましてこんなに光らしてんのってぐらい。俺たちが大人になって子供の心を忘れたから膨らまないのかな。それ言われたら燃えちゃうね、俺。何燃え？俺、少年の心で生きようと思ってる。うんうん、うん、うぞ、いけ。立ってない。カオスマンだけど、これなんかヤバい薬、ヤバいやおいでもこれ全然光らないよな。こっちも消したばっかりなのか。あれね、ただ苦しい。ねえ、新しい楽器作るのやめてもらえますか。いや、これどんなにやっても俺膨らまねえんだけど、どうやってこんな膨らむの。とりあえず、なんかその隙間をなくそうという観点から、それらは膨らむんだけど、いかんのかっていうところなんですよね。多分ね、でも光る商品なんだから僕たちが何か悪いと思うんですよ。めっちゃどうでもいいんだけどさ、こういうスライム昔窓とかに投げつけて遊んだよ。うん、やめて。ここではやめて。ダメ。太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗いところで光る蓄光材を使用してます。より強い光を吸収させることによって光の強さも変わりますと。ってことはこの光が足りてないってことなので、あと保存材に入れた状態で光を吸収させてくださいって書いてある。ってことはここに入れて吸収させないと。そうなの。俺には分からん。こんな膨らむ。ほんとに期待してるのに言うには。え、そう、こんな膨らむ。でも頑張ったでしょ。いや、すごいすごい。というわけで今日の成果は、世の中そんなに甘くない。というわけでグッドバイ。グッドバイ。